堺井辺の逃げ8月九日は古墳時代の豪族。堺井辺の死の祖、逃げ連とも。古事記には登場せずに、日本初期巻き、第十四にのみ、名前が挙げられている。安黒天皇三年、迷わ王によって天皇が暗殺された際に、弟の王発世王子は兄たちを共犯者として疑い、やつ白彦子を切り殺し、さらに堺黒彦王子をも尋問して、 殺そうとした。酒井黒彦王子は隙を見て、迷わおうともに、大臣桂木園の家へ逃げ込んだ。結果として、三人は家ごと火をつけられて燃え広がる、炎の中で死んでしまうが、その年に、坂井辺の連、ニエスクネは、巫女の亡骸を抱いて、共に殺されたという。後で、トネリたちが、焼け跡から彼らの遺骨を収集したが、 巫女の骨と二重の骨を選別することが難しかったため、一つの棺に入れて、新館の本の南の丘に合奏した、という。以上が初期の語る物語であるが、この境辺の二重という人物は、黒彦王子の名大、小城の民であり、巫女の身部分の管理者ではなかったか、と言われている。新先生四六、左京神別にある境辺の宿根城に、 神命発生孫自倍族にの後なりとあり、右京神別にも、このすそりの命発生孫自倍族にの後なりとある。この自賠族にが、ニエスクネではないかとする説もあるが、自賠族に命は、ニエレンの祖父であり、同説は誤りである。古事記では、彼の名前は、現れず、堺の黒彦王は、王八瀬王子に襟首を掴まれて、刀で切り殺されている。また、 つぶらいびと、マヨアの王は、王初世王子に攻められて自陣している。父は、ホッセリの命の十二世孫、後、リョーコレンであり、子に、スクネイニシエと、あまりと元がいる。ありがとうございます。